朝野長政。朝野長政は、戦国時代から江戸時代初期にかけての武将、大名、豊臣政権の五奉行筆頭、朝野氏十四代当主、日立国新壁藩所大藩主。長政は、晩年の改名で、署名の長吉を名乗っていた時期が長い。終わり国かす軍来たのに、宮代城,城主、安井守月具のことして生まれる。 織田信長の弓衆をしていた王子、朝野長勝に男子がなかったため、長勝の娘、やや、いよいよの婿養子として、朝野家に迎えられ、後に家督を相続した。同じく長勝の幼女となっていた、ねね、ねね、後の北万所、高大院が、木下東吉郎、後の豊臣秀吉に嫁いだことから、長吉は秀吉に、最も近い隕石として、 信長の命で秀吉の寄り木となる。天正元年、1573年、浅井長政攻めで活躍し、秀吉が小谷城主となると、大見国内に120国を与えられた。信長の死後は秀吉に仕え、天正十一年、1583年の静ヶ岳の戦いで先行を挙げて、大見国を大津に万国を与えられる。天正十二年、 1584年には京都奉行職となり、後に豊臣政権下で五奉行の筆頭となる。長吉はその卓越した行政手腕を買われて、秀吉に命ぜられて大公検知を実施する。また、東国の大名との関係も深く、豊臣政権が諸大名から没収した金銀山の管理を任されていた。天正十四年、1586年。 秀吉の妹、朝日姫が、徳川家康の正室として迎えられた際は、浜松まで赴いた。天正十五年、1587年、九州平定などでも従軍して活躍し、同年9月5日、若狭国オバマ八万国の国持ち大名となる。天正十六年、1588年、十五位下、壇男女小筆に除任される。関東平定では、 お市場の戦いに参加し、工場戦終盤や戦後処理では、石田三成に代わって、長政が主導的な役割を果たしていくことになる。天正18年、1590年の欧州市沖では、実行役として、中心的役割を担った。取次役として、南部の武ナとの関係を強め、笠西大崎一期役の部正美の乱へ対処した。天正20年、 1592年、豊臣政を歌手された。文禄二年、1593年、朝鮮出兵でも功績があり、加藤光康の死後に就航されていた、開国府中21万5千石を与えられて、甲府城に入る。東国大名の取り継ぎ役を命じられ、南部のブを、宇都宮国綱、那須助春、成田市長らをより木とするが、その職務実施状況に不満を持った。 伊達政宗より絶縁状を突きつけられた。また、宇都宮国綱の突然の海域に長政の残言があったとする説もある。これには諸説あるが、宇都宮公廃棄によれば、国綱には軽視がなかったため、五奉行の一人である長政の三男、朝野長重をことして迎えようとしたが、国綱の弟である、羽賀高武がこれに反対し、縁組を進めていた。 国綱な側近の今泉高光を殺害してしまった。長政がそれを恨みに思ったため、その残言により改役されたとしている。傍将として、慶長2年、1597年10月7日の佐竹義信から、父、義重に宛てた書状がある。そこには、宇都宮氏を、より期大名とし、隕石関係もある佐竹氏にも、改役命令が出されたが、 石田三成の取りなしによって免れたことや、上落して、一刻も早く、秀吉に挨拶すべきだが、朝の壇上の剣士が、宇都宮領の調査に向かっているので、それに悟られないように密かに上落するようにという、三成から指示を受けたことが書かれている。このことからも、宇都宮市の海域に長政の関与があったことが、伺える。後に、東北、関東の諸大名への申し継ぎは、 徳川家康、前田利家、賀茂氏里、上杉影勝、石田三成などにとって変わられた。長政は上方に詰めていることが多く、海支配は嫡男、吉永が在国して行った。朝野市は近世に確立した地域区分である旧筋二領にそれぞれ国分領を配置し、軍内領や川治領においても支配機構を整えた。さらに海における、 大公検知の実施や甲府城の集築を行い、開始配を進めた。五大老筆頭の徳川家康とは、親しい関係にあり、秀吉死後は、同じご奉行の石田三成と不仲であったとされているが、これには近年になって疑問も提示されている。しかし、佐竹義信から、父、義重の手紙において、三成から長政の動向について密告があったことが、 記されていることからも、不仲と言えないまでも仲が良いとは言い難い状態であったことは確かある。慶長四年、1599年、前田都市ながらと共に、家康から暗殺の権利をかけられて謹慎し、家徳を吉永に譲って、武蔵国府中に隠居した。慶長五年、1600年、関ヶ原の戦いでは家康を支持し、家康の三男。 秀忠の軍に従軍して中仙道を進み、吉永は東軍の先方として岐阜城を攻め落とし、関ヶ原の本戦で活躍した。戦後、吉永はこの功績により、木の国和歌山十七万国へ数を転望された。長政自身は江戸幕府の成立後は家康に近似し、慶長十年、千六百五年には江戸に移った。慶長十一年、 1606年、吉永の所領とは別に、日立国新壁五万国を隠居領として与えられた。慶長16年、1611年、新壁陣屋にて死去。去年65、新壁五万国は三男、長重が継いだ。長男の吉永は、和歌山藩の初代藩主となり、慶長18年、1613年、吉永の守護志がなかったため、 長政の次男で、備中国足森藩主であった弟、長明らが家督を相続し、元下五年、1619年に、秋国広島藩に家造天保となり、幕末まで存続した、秋朝野氏。三男の長重は、長政の隠居領を相続して、真壁藩主となり、この長治家の第二、張間国阿公藩に天保となる、保、朝野氏。長重の彦が、 阿光事件で有名な朝野長ナであり、事件後に阿光藩は女風となる。また、長政のいとこに忠義がおり、三原浅野氏の祖となる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。